違う。お願い、花ちゃんの先輩私も見たい。だから先輩は見せ物じゃないって。明日先輩来るって。お母さんお母さん、花ちゃんの先輩の写真撮っといて。お願い。それとお花、明日のことなんだけど。だいぶ料理に慣れてきたっすね。ところで先輩、料理修行を始めてからまあまあな回数うちに来てますよね。そうだな。なんか大事なこと忘れてないっすか。うまくいけば今日全部すっきりするはずですから。いなくなる。ごめんなさい桜井くん、あなたの気持ちには応えられないと。割と人懐っこいからそろそろいけると思ってたんすよ。ミカはちょっとビビりっすからまだ無理っすね。いやいや、一匹だけでも十分だよ。ありがとうな宇崎。先輩、なんか今日はなんとなくキモくないっすね。宇崎宇崎宇崎、喉がゴロゴロ鳴ってる。これって機嫌がいいんだよな。あ、やっぱりキモかったっすね。気のせいでした。そろそろ大丈夫かなと思ったんだけど。終わってから長居させてもらってて。この反応、まさかそれはもしかして、ついについに花と抱かせてもらいました。猫、何もそこまでのロケットスタートを切らなくても若い狼の飽くなき欲望、もはや止められないの。お母さん、誕生日おめでとう。ありがとう。なんやったら4人目いっとく。やめろよ、思春期の子供の前でそういうの。月さん、なんか手伝おうか。もう藤尾さん危ないですよ。あ、柳、おはよう。ごめんなさい、少し寝坊しちゃって。誕生日、あれ、よく考えたら私先輩の誕生日知らない。落ち着け落ち着け、ちゃんと聞いてやるよ。面白そうだし、何を知りたいんだ。先輩の誕生日。あ、珍しく本気でへこんでる。苦労が忍ばれるな。しかし急にまた誕生日とか、ぼっちの先輩私が祝ってあげなきゃか。別に隠しゃしないよ、11月29日だ。割とすぐじゃないですか。あっぷな。